犬釘とは、鉄道のレールを枕木に固定する締結装置の一種で、鉄道の黎明期から長きにわたって使われている専用の釘である。故障の由来は、初期に日本に入ってきたヨーロッパ型のレール固定用釘の釘頭部のレール、またはプレートを押さえる部分が、犬の鼻を、釘を引き抜くための両側の突起が同じく垂れた耳を連想させることからそう呼ばれるようになった。 英語でもドックと呼称される。それに対してアメリカの釘の釘頭部ハマルポぽく亀のような形を知っているのでタートルと呼ばれている。近年の日本の鉄道では後者の方が一般的である。時代とともに改良が進み、製法は中造から丹造へ、頭部形状も扁平な半球状へと変化していったが、いずれも釘本体の水平断面は、 回り止め効果のある四角形である。犬釘は枕木に直接打ち込まれることで、枕木状のレールを押さえつけて固定する。しかし、振動によって緩みやすいこと、再度打ち込んでも同じ高速力が発揮できないこと、また、枕木側にも割れや普及など天然材ならではの問題があり、列車の高速化や高頻度化を果たす上で大きな障害となっていった。 これらの問題を解決するため、木製枕木と犬釘は感染をはじめとして、次第に使われなくなり、代わりに、PC 枕木やスラブ起動、締結装置には、ボルトと板バネの組み合わせか、ロール型バネが用いられるようになった。AB 太田行雪を、北の保線線路を守れ、氷点下40度の縛れに挑む交通新聞社、2011年8月15日。 41から42ページ。ISBN 978から4から330232119。ありがとうございます。